おはようございます。今日はですね、千葉県富津港の川崎丸さんにお邪魔しております。何を今日は釣るかというと、じゃん、イエイイエイ、カニカニ、マダコの解禁日です。どれぐらい釣れるのかね、いろんな意味でワクワクでございます。解禁楽しんでまいります。行ってきます。はい、でマダコ釣りに必要な道具はまず指を守るね、指ゴム、それに渋糸巻きに点や、このシンプルな感じがマダコ釣りでございます。まああったらいいなっていう便利道具としては、革手袋とかね、根がかりして切れない時に手を保護するために革手とかあると非常に便利です。そして川崎丸さんでは乗船時に一つ点やはレンタルでついてきます。じゃあこれなくしちゃったらどうするのっていうと、船宿さんでこういった点や紛失チケットというものを3枚2500円、まあ点や要は3個分ですね、それで2500円で販売してます。で、船上でチケット買わないで船上でこれを交換してくださいっていう風の形になると値段が1000円になる。まあチケット買った方が単純にお得です。詳しいところはね、川崎丸さんのホームページ見てください。はい、川崎丸さんではね、朝出船前に船長の釣り方レクチャーありますからね、これ必見ですから見ておいてください。はい、2階保に到着しました。ここはね、大型のタコが潜む一級ポイントです。でね、釣り返し前に必ず糸は多めに出しておき、船長がだいたいここ舐めたぐらいって言ってくれるんで、それプラス5メートルぐらいは最低でも出しておいてください。根がかりするとスーってね、ラインが出てっちゃいます。で、それギリギリにしとくと、この仕掛け巻きごとボンって海に行っちゃいますから、で釣り方はね、至ってシンプルです。投げないように基本は真下に狙っていきます。では投入ね、指の中でこう糸滑らすようにしていく。で、必ずここにこの今ね、着底してます、余分が5メーターぐらいはあるように、ちょっと少ないなと思ったらもうちょっと足して、で、これをごちゃごちゃしないように船べりかどこに置いておく。で、シンプルに小づくだけです。小づいて小づいて、で、タコが乗るとね、なんかね、ゴムが引っかかったみたいなグニュングニュンとした独特の感触がありますからね。このね、船の揺れに対して体こう合わせてあげる、点やがね、浮いちゃわない、それを意識して船の揺れに合わせながら小づく。で、今ほらラインが斜めになってきました。で、ラインが斜めになると根がかりしやすいので一回引き上げる。で、落とし直してまっすぐ糸を立て直す。これがね、根がかりを一番少なくするポイントです。でね、悩んだ時はどっちか分かんない時は迷わないで、もうしっかり合わす。返そうかな、悩むな。でも悩んだ時はしっかりめに乗せて、糸必ずしっかり合わせたいので下に思い切り出して合わす。違うちっちゃいタコがね、今2杯上がりました。あのね、ちっちゃいのがいるってことはこれからどんどん育っていく子が多いんで期待できますよね。今年はいいのかもしれないですよ、東京湾。一
くぜ。行ってみよう。しっかり手伸ばしてぐんとな。いるぜ、多分います。あ、行っちゃった行っちゃった、かわいい子バラちゃった、かわいい子。いるよ。いる。イエーイ、バラしたけどすぐゲット。今年の初物。タコがね釣れたらね、船宿さんによってはこういった川崎丸さんはネットくれます。でネットくれないところもあるので予約時に確認してくださいね。でタコちゃん外して、まあポイントとしては入れたらしっかりと口を結ぶこと。タコって一回と器用でほぐして出てきちゃうのでしっかり結んでください。いいね、朝一人流し目で肩見れるこの安心感、超嬉しい。あぶいな、あぶね、あぶね、怖い怖い。タコが乗ったてんやはねロストしたくないのよ。なぜかね、一回タコが乗ったてんやはね乗りやすい。絶対あれタコのフェロモンかなんか出てると。あとねこれ前側の人なんかだけになっちゃうんだけど、まあ後ろにスラスターある船もあるけど、まあマダコ船だとみんなほとんど前側スラスターだけかな。スラスターの落とした時に少しだけ上げちゃう。スラスターが前で船をこう左右に振っていくので大きく船がグッて動きます。その時に割と根掛かりもしやすいのでガーってスラスターの音が聞こえたら一瞬だけてんや持ち上げてあげると根掛かりだいぶ減ってきますからね。これねクラゲです。素手で触るとねチクチクするんで、こういったスポンジなんか置いてくれてあればそれで取っちゃう。でこのスポンジ、ついたスポンジも洗い流さないと乾燥してこの赤クラゲの粉末を吸っちゃうとくしゃみが止まらなくなります。赤クラゲってね別名ねハクションクラゲって言うんですよ。なのでねクラゲついた時は注意して触るようにしてください。根がかり、やっぱ怪しいんだべ。あ、根がかりしそうで怖いね。で、根がかりしたの？したね。で、根がかりしたときはちょんちょんちょんって動く？動かない？動かなかったらグーって一回引っ張って、で、思いっきり離す、パン。それ何回か繰り返してグーって上まで引っ張って、パン。で、動くようにならない？なったでしょ。そしたらそれまたもう一回やってグーってやってて、パン。最初からね引っ張っちゃうとがっちり引っかかるんで、初めのうち動くか動かないかチェックする。これは無理だな、がっつりいったら。それでもダメならもう手危ないからね、こういった棒子があればもう切れるの待つ。多分もうちょっとで切れる。はい、切れた。女の子なんかはね手力ないから、こういうものがあったら簡単に棒子でこうやって今みたいに巻きつけて待ってればいい。そうすると船がだんだん進んでいって切れますからね。手怖いなって思うときは今みたいに切ってください。ありがとうございます。行くぜー。おいや、
抜けちゃった。抜けちゃった。もう一回組んでよ。大丈夫。もう一回帰ってきたよ。いい子だね。さっきと一緒でいい子だよ。もう一回帰ってきたからね。2回バラして2回とも帰ってきてくれんの。いい子だねお前。イエーイ、タコ踊り中。タコ元気。普通のタコ女健在でした。順調すぎて怖い。も取れちゃった、はあはあ、めっちゃでかい。おいしそう。 1.7 おい 1.7 キロ。いや、これね、合わせのポイント伝えてきますね。乗ったかなって思ったらしっかりこう小づく、慌てない、とにかくで慌てないで小突き続けてたるみをこう取ってきます。で糸張ったなって思ったらその高さキープしてしっかり右手を下に伸ばします。で伸ばして張った状態で合わす。そしたら2手目、これ2手目大事ね。2手目ここに行く。でこのままこういく。だいたいみんな失敗するのが2手目です。もう一回やりますよ。しっかり体使って伸ばして1手目合わします。2手目取ります。で糸抜き見て船下に行っちゃう場合はこの船べりでね糸手繰ってくるとタコ張り付いちゃいますから必ず糸向きを見る。もしそれであこれ船底に張り付きそうって思ったら手を前に出して手繰ってくる。その状況によって変わるんでね、注意してやってみてください。あとね、手繰りの注意点としてはある程度大きいタコだと自重があるのでずっとテンションかかってくれます。でゆっくりこう手繰ってきてもテンションがかかり続けるんだけど、小タコの場合は自重が軽いのであとはこうふわふわするからバレやすい。それをバラす軽減のポイントとしては合わせて手繰り始めたらゆっくりやらないである程度のスピードで手繰ってこないとテンション保ち続けれません。で本線からの揺れとかでねこう横にぐるんぐるんとかなった時にテンション抜けしてバレやすいですから、あ合わせた時にあ可愛いなと思ったらもう割と早めでいいと思います。手繰りテンションを常に感じれる、慎重になりすぎない、これがねバラし軽減の一つのポイントになってきます。はい、怪しいんか、寝かかったんか。タコ、タコじゃん。タコっぽい、タコっぽい。エマちゃん、タコっぽい。行ってみろ。タコだろ。手伸ばせ、手伸ばせ。そうそうそう、じゃないとお前船下ついちゃうぞ。手伸ばせ、手伸ばせ、手伸ばせ。よしよしよし、今ね見てました。やっぱこの船下に入っちゃう側はねとにかく船底にタコが張り付かれないように気をつけてやらないと。ちょっとあちあちだん。はい、それじゃね、現地になりましたね。これで上がれますね。終わった。前半全力疾走、後半失速。まあでもよしとしよう。終わったらね糸のしまい方、こう
ぐちゃぐちゃぐちゃって巻いちゃいがちなんだけど、何周かくるくるっとしたら押して詰める。でそして最後はこのサイドに穴が開いてるから、こういうタイプは穴に引っ掛ける。これで完成。お疲れ様でした。お疲れ様です。親方どうですか、あの今日の一日を通して今年のマダコどんな感じですかね。今日一日だけを見れば、まあ、大中小特大も出て、で線虫数もまあそこそこ上がったんで、今日一日だけ見ればね、期待大まあまあって感じだけど、ただ今日一日しかまだ出てないから、何日か出てみないと今年の展望はまだ軽はずみには、軽はずみには言えない。でもやっぱあれですかね、解禁してできるだけ早めに足運んだ方がいいとかあります？それともそんなことはないよって、まだしばらく長いから楽しめるよって、どっちがおすすめとかありますか？なんとも言えない、微妙だけど、ただまあ今日ちっちゃいのも結構、ね、いたんで、いたし、私的にはこの先が大きくなってくれていいのかなって思います。肩にばらつきがあるのがやっぱり理想なんで、今日大きいのも出ましたしね、うん、あと親方的にこのマダコ釣り、うん、皆さんにこう伝えてほしい、これはやれた方がいいよとか。あのね、よく豚の白身とか、はい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 、鶏の皮とか、はいはいはい、つける人がいるんですけど、まあね、そういうちょっと人と変わったことをやりたいっていう気持ちもわからなくもないんだけど、はっきり言って効果はないし、てんやとか周りが油でヌルヌルになっちゃって、で滑ったりしても危ないし、だからちょっとまあうち以外も普通のみんなそうだと思うんですけど、遠慮してもらってます、つけるのは。なるほど、その辺注意点です。あと川崎丸さんに関してはカニも綺麗に縛ってくれてありますから、そのままシンプルイズベストが親方流って感じですね。そうですね、わかりました。じゃあ今日はありがとうございました。お疲れ様でした。